はい、笹川です。今日からお仕事したんですけれども、ちょっと一息。っていうのは、午前中に兼ねてるお伝えした注文した部品が、コンピューターの部品が届きましたもんで、開封して、どんなんだかなって今見たんですけども、ご紹介したいと思います。まず心臓部分の、ライゼンなんですけども、こんな感じになってるんですね、パッケージは。これね、565の5600G です。こんな感じでね。あ、こういう P 配列なんだね。そして、このクーラーが AMD 製のクーラーもついてると。あ、なるほど。動画で事前予習したんですけども、こんな感じなんですね。それからね、これ、SSD で、M.2 規格にしました。これ、一昔前なんだけど、安いから、これにしました。あ、それ、お値段がね、結局、定価で4万3000円ぐらいなんですけども、Amazon で買って、今までポイントがたまって使ってないのが5000円ぐらいあったもんですんで、3万7000円ぐらいです。いや、そんなもんって手に入るんだね。それからメモリーでしょ、ギガバイトだもんね。8GB かける2で4000かそこらんですよ。信じられないよ、私みたいな年代のものからすると。そんな化け物スペックがこの値段で手に入るのかっていう感じでしてね。あ、それで、これが PC のケースですけど、映んないか。4000円切ってんですけども、まずまずがっしりしてていい感じですよ。それと、ケースはこれなんていうの、こんなやつで、まあよくあるミドルタワーです。安いけど、まあまあしっかりしてて。それからマザーボードが、これも安いやつですよ。6000円かそこらでね。で、ちゃんと調べました。メーカーの、その一覧表で、これがライゼン5の 5600G に使えるってことは確認済みでして、部品がいろいろ入ってるんだね。これはコード類。それからこれはバイオスなのかな？ CD ロム。でも、こんなんもらっても CD 装置ついてないんですけど、大丈夫なんでしょうか。で、これはパネルの部品でしょ。これはね、SSD をつけるときのネジみたいですよ。で、これが、ボードでして、6000円かそこらで、あのぐらい手に入るんだね。まあ、格安なんで、本当最小限の機能しかないやつなんですけども、まあ、十分です、十分です、十分です。そんなことで、マザーボードでしょ。あとは、あ、電源がね、こういうやつですよ。で、よいしょ。4000円かそこらなんですけども、スタンダードで全然 OK ですね。はい、しっかりしてるし。で、電源ケーブルがやたらついてんだけども、SSD は M.2 だから、SATA もいらないしね。大部分は使わないで、こう、放置するような格好になるんじゃないかなと思いますけれども、こんなすごいコードがついてますけれども、そんなことで、よいしょ。というわけでして、なんかこんなのも扱うのも久しぶりですね。電子工作、なんか懐かしい感じで。
超えてる。6000円でこんなだけ手に入るんだからすごいねと感心しながら、うん、こんなに安く手に入るんだね。もうギガだからねいや今時の人としては当たり前なんだろうけど、私みたいなおっさんの世代からすると、なんだってギガバイトの16ギガバイトが4000円ちょっとって嘘だろうみたいな感じなんですけども、おっさん世代なもんですね。ということでご紹介でした。いよいよあのヘルツマシンに取り掛かります。